どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、SFC 修行を、今年ね検討されている方で、おすすめの路線がねありましたので、まあありましたというかですね、ツイッターの方でね私に教えていただいていただけた方がいまして、こちらねチャイナ航空のビジネスクラスの、シンガポール、ニューヨーク路線、こちらが安いですよっていうのをね教えていただきまして、こちらをね紹介していきたいと思います。今ねざっくり調べたんですけども、どうやらですねプレームポイントの単価としては 8.8 円ということで、すごいおすすめのルートなんですね。まあ、もちろん海外発券なので、こちらシンガポールからニューヨークの往復ですので、シンガポールはね日本からシンガポールの、往復のね搭乗券は必要なんですけども、こちらビジネスクラスで全行程が往復できるということで、すごいですよね。プレミアムエコノミーではなくビジネスクラスですからね。ということでこちらをね今回紹介していきたいと思います。ざっくりね先ほど検索しまして、結果見ておりますので、まあ、ちょっと見ててください。航空券の予約でこれですね。で、まず一番最初の直近の日程だと、ここら辺だったかな。でビジネスクラスね。で、こちらです。7月28日の出発の8月5日帰りですね。これです。22万6400円。これ続けるを押して、料金詳細の方をね見ていきたいと思いますけども、片道、11万2000円ぐらいですね。で帰りが10万7000円となっておりまして、ルートはですねシンガポールからニューヨークということで、行きがねシンガポールから乗り継ぎ1回ですねとなっておりますね。この後にねもう一度詳しいルートは見たいと思います。で、往路はですね JFK からシンガポールですね。こちらも乗り継ぎが1回ということで、これ続けるを押すと次に、詳しいねルートも、ね、見れます。7月28日の夜の10時1時25分から、エアカナダ、エアチャイナですねの、ビジネスクラス、エアバス3350-900ですね。で、北京の方に行って、こちら翌日の朝8時40分からエアチャイナですね、ボーイング、777の 300ER のビジネスクラスですね。で行きます。で往路はですね8月5日 JFK 空港から北京、こちら、先ほど同様、ボーイング777の 300ER ですね。こちらビジネスクラスで、北京から乗り継いで、先ほどのね行きと一緒ですね、350-900の、ビジネスクラスで、最終的にチャンギ国際空港シンガポールにね戻るという路線です。で、こちら見てください。日本円で22万6400円で、このマイレージ区間ですね、R となってますよね。ということは、マイレージ区間が全部 R で来てますので、こちらね ANA の公式ホームページですけども、スターアライアンスの加盟の、コネクティングパートナー畜産率 100% 以上の全クラスが400ポイント。さらに、エアチャイナですね。エアチャイナだと、普通運賃以上ですね。ビジネスクラス。で、今回 J クラスなので、125%ということですので、
獲得プレミアムポイントがざっと計算して、25,628 プレミアムポイントが獲得できます。でこちらをね PP 単価という1プレミアムポイントの単価を計算すると、料金が22,640円ですので、 PP 単価は驚きの 8.8 円ですね。 8.8 円ですよ。ってなると本当に相当いい方じゃないですかね。しかもこれは全行程ビジネスクラスですからね。プレミアムエコノミーではありませんからね。すごくないですか。でですね、これちょっと、日程的にね、7月28日から、帰国が、最終的なチャンギ国際空港に着くのが、8月の6日ということで、結構な期間ですよね、9日間ぐらいとなっておりますよね。でさっきもうちょっといいっていうか、もうちょっと短い路線というか期間でね、ないかなと調べたんですよね。そしたらですね、ここら辺9月の頭ぐらいの、ビジネスクラスですね。先ほどと同様のやつで調べていきますけども、見てください、先ほどと同じ運賃が相当ありますよね。9月の5日から出発の、6、7、8、9、10、11もしくは9月の5日から6、8、9、10、11もしくは9月の6日の6、8、9、10帰り、これだとですね、先ほどと全部同じ料金で利用できます。すごいですよね。なんでこんなに安いのかちょっとわからないですけど、これ本来ビジネスクラスなんで、これが8月とかになると普通に50万超えるんですね。同じ路線と同じ運賃、同じクラスで。多分この時期がちょうど夏休みが終わった閑散期に、このエアチャイナのこの路線は閑散期に入るんじゃないかなと思います。まあ、それ以外理由があんまり見つけられないんでね、ちょっと日付間違えるとこういうふうに36万とかあるんでね、これは本当にたまたまこの期間がね安く出てるっていうだけなんで、もちろんこれは、分かりませんけども、多分座席が埋まってくると値段は上がってくるんじゃないかと個人的には予想しておりますので、もしね、最初に、検索出したのが7月28日から9日間のニューヨーク往復、こちらは9月の4日、5日、6日からのニューヨーク往復ですが、本当にね、まあ、5日間とかで、チャンギ国際空港からニューヨーク往復で、最終的にここね、往復しなきゃいけないんで、まあ、1日ずつね、見たとしても、3日、4日とかでね、3日5日ぐらいでね、全然往復できますので、ちょっとね、荒い動画にはなってしまったんですけども、ちょっとね、さすがにこれはすごいなと思いまして、ビジネスクラスで SFC 修行ができる、ダイヤモンド修行ができるって、本当に私、東京、クアラルンプール発見の、東京乗り継ぎニューヨーク、ニューヨークから東京乗り継ぎのクアラルンプール、これを2周して、SFC 修行でプラチナ会員になったんですけども、楽しいんですよ。飛行機に乗ってる時間が長いし、私の場合はほとんど、最長路線東京ニューヨーク12時間、ニューヨークから東京14時間半、それを合計で4本乗ったんですけど、そのうちの3本のクラスを、3本の便ですね、ビジネスクラスにアップグレードしてますんで、まあ、それでもねやっぱり結構きつかったんですよね。ストップオーバーを利用しなかったっていうこともあったので、それがビジネスクラスで全部利用できるってやっぱ楽ですよね。まあもちろん期間は、まあ人それぞれね、短く終わらしたいっていう方もいれば、
ゆったりとね長めに、現地滞在して、まあ、旅行がてらに、CFC 修行したいという方2パターンいると思いますけども、まあ、私の場合は、去年ね CFC 修行した時は、できるだけね期間を抑えてやりたかったので、あのストップオーバー利用しないでに、CFC 修行を行いましたけども、何度かお尻爆発しましたんで、そういう意味ではね、あのできればゆったりとね修行された方が楽しめるし、お尻も爆発しないしということでおすすめとなっております。最後にですね、まあ一応これからですね CFC 修行されようという方は分かっていると思うんですけども、こちらのルートで 25,628 プレミアムポイントがね取得できます。ということは、CFC 修行プラチナ会員になるためには5万ポイント必要ですので、約半分ぐらいのプレミアムポイントが獲得できます。ですけどもプラチナ会員になるためには、5万プレミアムポイントが必要で、そのうちの半分が ANA 便を利用しなきゃいけないという制約があります。ですので、これをこのルートをですね2回やってもプラチナ会員になれませんので、そこだけ注意してくださいね。このルートを1回、で私が紹介しているクアラルンプール東京、ニューヨーク、ニューヨークから東京、東京クアラルンプール、そちらを1周みたいな感じで ANA 便をね確実に利用するルートですねを確実に入れてくださいね。こちらを2回で、プレミアムポイント5万ポイント達成しても、プラチナ会員にはなれませんので、そこだけ注意してくださいね。まあ、これからプラチナ会員 SFC 修行されようという方は、まあ、ある程度調べれてると思いますので、まあ、分かると思うんですけども、そのプレミアムポイント5万円ポイント分の半分っていうのが ANA 便じゃなきゃいけないっていうのね、そこでせっかく5万プレミアムポイントね5万達成して、せっかくプラチナ会員に本来はなれるのに、その25,000ポイントね ANA 便乗ってないみたいな感じで、またわざわざねそこから足りない分だけ国内線乗るとか、わざわざ ANA 便無駄に乗るっていうのはとてももったいないので、そこだけね細かくチェックしといた方が無難かなって個人的には思います。まあ、今回ちょっと、あまりにもすごかったの、プレミアムポイントの、ね、単価がすごい良かったので、ちょっと動画自体はねとても荒くなってしまったんですけども、まあ、もしよかったらね、これから SFC 修行されようという方は一度検討してみてはいかがでしょうか。ビジネスクラスで全ルートですからね、それでプレミアムポイント単価は 8.8 ということで、とてもいいと思います。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。